どうも皆さんこんにちは、ラテです。ということでちょっとね、指が包丁研いでね黒くなっちゃったんですけど、今回作るやつは一回食ってみたかったんだよね、こういうやつ。ダン、ぐるぐるのソーセージです。もうなんて書いてるか全くわかんない。サント天野、え、天野、これ日本製もしかして。よし、それじゃあね、これをもうキャチャーっと焼いてお酒飲んでいきたいなと思います。おいしょ。うわー、いつもパリッパリなフィンナーしか触らないから結構柔らかいな、結構柔らかいなこれ。いや、やばこれやばい、いかついな。このまま焼いていきます。えく結構ね、最初の匂いからスパイシーだったんで、もしかしたらもう味ついてんのかな、わかんないけど。ちょっとこれ蓋閉めながらやっていこう。ひっくり返して、ひっくり返すのもバカ大変なんだけど、こっちに入れ替え。ちょっとね、盛り付け方が分からんぐらいね、ロールがでかいんですよロールなんで油がちょっと滴るかもしれないけど、このサラダと。よいしょ、ほい。いや、もうこんなん夢でしょこんなん夢よマジで、マジで夢すぎるんだけど。はい、ということでこちらでぐるぐるソーセージの完成。ちょっと名前合ってるか全然わかんないけどね。じゃあこれを食べていきます。はい、ということでね、こんな感じ。サラダはね、ちゃんとつけました。でね、今回飲むのは、これね、これ案外美味しかった。べ。で、多分ね、この動画で今年ラストになるんじゃないかなって思います。まあね、今までちょっとイベントごとの時とかは、普通の、まあ今までと何も変わんない動画を出してたんですけども、来年からはちょっとイベント系で皆さんが作られるような動画をイベントの日に出せたらなとちょっと思っています。まあ資金とかね、まあ一人暮らしなんで一人で食べられるかっていうのを、まあ、考えて可能だったら作ります。はい、ということでこんな感じで今日は終わり皆さん2021年本当にありがとうございました。もしね、よろしければ2022年もこのね、ラテの料理に付き合ってください。じゃあ、よいしょ、よし、2022年も頑張りましょう。乾杯待って、チャンネル登録、高評価、コメントもぜひよろしくお願いします。